はい、皆さんこんばんは。おっさん動画カメラマンの須田です。ちょっとね、今レディオガガさんでね流れたラジコンの話をしようのねプロモーションビデオをちょっと見てもらったんですが、はい、これね、もともとね三浦くんがね急にちょっとこれを水たまりに突っ込ませたいという話になって、まあじゃあ IFS ロケの時にやるかって話になって、まあガガさんがねいろいろ準備して、まあ僕が当日ねメインカメラマンをやったって感じだったんですけど、いやーやっぱねワーゲンオフローダーやっぱ水に突っ込むシーンね、あの映画すごく印象残ってたんでね、まあ、僕もあの辺の当時 CM なんかをイメージしながらカメラマンをやっておりました。やっぱねこれ僕らの世代からするとバギーチャンプと並んでもう憧れのマシーンということでね、はい、なのでちょっとね今日はホットランプさんのね店長のものをちょっとね箱の中身を見せてもらうということにしたのでちょっと開封してみます。いやーやっぱねタミヤのキットはね箱絵からしてかっこいいですよね。これね2010年に再販されたモデルなので、まあ当時のねツーサーボ仕様じゃなくてアンプ仕様の、バッテリーもねリフェの1100を積む仕様になってます。はい、とはいえねもう基本的なパーツはほとんど同じで、このね透明のメカボックスも健在ということでね、やっぱバギーチャンプワーゲンオフローダーといえばこのねアルミダイキャストの前後サスペンションですよね。かっこいい。はい、じゃあちょっとね箱の中見てみます。はい、これ僕ね初めて見るんですが、再販キットもねちゃんとこのブリスターパックなんですね。いやーやっぱね昔のタミヤのキットはこれですよね。こう箱を開けただけでね中の部品が丸見えになるという、これは当時かっこよかったよね。多分ね砂浜を走るに特化したパドルタイヤ、はい、これねグラスホッパーなんかにもこのパドルタイヤついてましたね。懐かしいな。はい、でねこのアルミダイキャストのギアボックス、いややっぱね削り出しじゃなくてこの鋳造をねダイキャストってところがかっこよかったんですよね。なんかこのパーツねかっこよかったんでね、どうもターミネーターの頭に使われてるなんていう話も聞いたことがあるので、ちょっと画像探しておきます。はい、これもねアルミのアップライト、リアのスイングアーム、あーこれはフロントサスのベースかな。はい、でモーターがいてフロントのねダブルトレーニングアーム、この辺ね実車のねワーゲンがこの形式だったんでね、その辺再現してる感じでやっぱね実車っぽいってのは重要ですね。はい、右のパックの下にはあホイールがありました。であとはボディのプラパーツ、もうこの辺は完全にプラモデルですよね。はい、こんな感じでねボディーパーツはプラスチックのワーゲンボディに、こんな感じでねライト類やこうウィンドの透明ケース、まあ完全にプラモデルですねこの辺は。でプラ製ボディにこのステッカーですね。いややっぱこの506かっこよかったよね。はい、でこれがねやっぱりバギーチャンプワーゲンオフローダーの肝というかね、この透明の完全防水メカボックス、まあこれのおかげでね水たまりに突っ込んでも大丈夫みたいな感じで、まあ三浦くんもね水に突っ込ましたくなるという感じで、はい、で左のブリスターの下にはお箱が入ってます。こういうのもかっこいいよね。まあこの絵はねこの絵が欲しくてねこの前の PV 撮ってたっていうのもあるので、まあなかなか狙い通りの絵が撮れたんじゃないでしょうか。はい、でこの箱の中に多分ねシャーシーとか金属パーツが入ってると思いますんで、まあこれはね新品キットなので開封しないでおきます。はい、そんな感じでねワーゲンオフローダーのねちょっと箱の中身をね軽く見させてもらいましたが、やっぱりねなかなか所有感がある感じで、いやーちょっと僕も欲しいなこれ。この前のね PV 撮影の時にねちょっと原くんがいたので、ちょっとね原くんを運転手にして僕もねちょっといろいろ動画を撮ったので、ちょっとそっちを見てもらおうかなと思います。多分上のだったね。それもあって後ろ開いてるのかな。ああそういうことか。そういうことだ。そういうことです。原くんには縁のないというか、まだこの頃
子供だもんな。これそうですね、まあ、ラジコンまでや当然やってないですよ、ね、はい、いいね、ちゃんとカウンター当たりますね、かっこいいね、走るね。俺が目を当たります。なんかすごいミラーが取れてしまいました。すいません。直そう。こそっと直そう。こそっと直そう。こそっと。瞬着あります。バンパー。いや重いよね。重いっすね。2キロ以上あるんじゃないかなこれ。2キロぐらいありそうですね。あるね。この重量感がそれっぽいね。もうあっちではロケが始まってるな、ロケ班が、はい、そんな感じでね、原くんにドライブしてね、いろいろ PV 撮影ごっこをやってました。いや楽しかったな。でまあ、三浦くんの車なんですけど、最後ねこのエキゾーストが折れてね、僕うっかりポケットに入れて持って帰っちゃったので、ちょっとね次回三浦くんに会った時に返そうと思います。はい、じゃあ最後にね、この前ガガさんと三浦さんと撮ったラジコンの話をしようのね、 PV のメイキングを流して終わりにしたいと思います。はい、以上ワーゲンオフローダーの紹介でした。いくよ。うわあ、かっこいい。かっこいい。かっこいいわこれ。いいよねこれ。これはいいわ。なん好きだねそういうのね。なんかね、最近ねやばいんだよ。元会社の情報にハマってるような気がする。洗うところをドラマチックに撮って。ドラマチックだよ。はいはいはい、あ、じゃあまあ PV っぽい絵面を狙いついたんだよね。そうなかなかこのラジコンプロドライバーの手からスコップを握ると思わなかったです。おお今よかったね。だいぶ入ったね今。いやいい感じだったね。曲がんないのこれ痛いのね。これ単焦点なんですよ、レンズがね。ああ、うん、はいはい。だから ND フィルターをつけてきたから、どっちかっていうと F は常に明るくしたいんですよ。ああ。と背景のボケとか狙えるでしょ。そう、これあれ、秋夫の親父の渋コレクションを。そうコレクションだから。じゃあ、ちょっとこの辺を置いて、俺後ろからちょっと追ってみて。ああ、秋夫さん、ちょっとインフィニティ専属カメラマンになれるんじゃないの、ほら。あ、かっこいいじゃない。まあまあ運動写真。50歳にはちょっとしんどいな。すごいじゃない。てかビスなくなった。ちょっとこれ探すのかよ。そうだよ。ビスなくなったよこれ。いや絶対いいよね。あ、逆だ。なんか欲しいなと思い出す。ピンでこうピンが入ってきてピンが抜けてとか、もう大体感覚でこのくらいの水溜まりにしましょう。ピンが綺麗になるところが映らなかったです。またやろうか。もう一回水行くか。時間なくなっちゃうからこれ。頑張りましょう。やりましょう。YouTuber の定番です。ゲロルしたいな。そうです。帽子だった。そう。ラスコアップはやっぱり水溜まり突っ込んでるもんだ。うん。素振りがいる。外してないからこれ空振りにするわけで一回止めて。これ
なんか、これだと、なんだろう、水溜まりとかじゃないから、普通に熟読するんだけど、今日は読まないから。俺、高橋さんの動画見てて、高橋さん、読めよってよく突っ込んでます。行きますよ。じゃあハンドル切ってるけど動かないよ。でも F は別にいいか。そうです。まあこれでロックできればって感じで。そうだね。いい絵撮れてる。私はいい絵撮れてるよね。これはこれ。気にしてないから。これプロコンですよ。これ。高橋さん、これなかなかな背景ボケするわ。そうでしょ。はい、ぐるっと車をこっちながら。やっぱね、いいおじさんたちが楽しく来れるのがいい。いやいや、そうだわ。そろそろで、疲れた。高橋さん、一番ヒヤヒヤしましたからね、一回で。結構重いんだ、これ。かなり重いんで。これぞラジコンですよ。これぞラジコンですよ、本当に。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。三浦君撮ってるから何回か。